その打実は、日本海軍の軍人。最終階級は、海軍少将。男爵、東京出身。男爵、縁、田やすの長男として生まれる。1906年11月、海軍兵学校を優等で卒業し、翌年12月に、海軍少尉任官。海軍法術学校高等科学生、海軍大学校を知主学生として学び。 摂津分隊長、軍令部出資、練習艦隊参謀、比叡分隊長などを経て、1918年11月、海軍大学校を卒業。以後、軍令部参謀、県海大教官、県海軍教育本部員を経て、1921年4月、英国大使館副部官補佐官に発令され、ロンドンに赴任し、1923年6月まで在任した。 1923年10月、軍令部出資となる。1924年2月、平戸副長に就任し、軍令部出資を経て、海大教官に移動。1925年1月31日、父の死去に伴い男爵を就職した。1926年12月、海軍大佐に昇進。その後、軍令部出資、軍令部参謀を経て、 1929年12月、北上艦長に就任。1930年10月20日、特別大演習における夜間演習で後続していた阿ク熊が北上の左舷中央部に衝突し、損傷を受けている。同年12月、横須賀鎮守府付に移動。1931年2月、春名艦長に就任。軍令部出資を経て、 1932年3月、長戸艦長となる。1932年12月、海軍省省に進級し、海大教頭に移動。1933年11月、横須賀鎮守府参謀長、さらに、1934年9月、海軍省教育局長に着任。1935年3月、軍令部出資となり、 対名を経て1936年7月、予備役に編入された。翌年10月に死去。ありがとうございます。